月頭住民に配給される、スープの味を見ているルムコフスキモルデハイ、ハイムルムコフスキは、ウッチ月頭のユダヤ人評議会議長を務めていた、ユダヤ系ポーランド人。ロシア帝国支配下のボルイーニに、商人の息子として生まれる。二十世紀初頭に、ウッチにおもむき、高級家具製造に携わった後に、保険代理店を経営。第一次世界大戦終了後は、 ユダヤ人個人の運営に携わったが、あまり目立った存在でもなく1939年まで、票に出てくることは、ほとんどなかった。1939年10月13日に、ドイツ占領当局の引き立てで、急遽、ウッチのユダヤ人評議会議長に就任した。ユダヤ人評議会を組織したが、11月11日には、 表議会メンバーが逮捕され、ルムコフスキも虐待を受けた。その後、表議会メンバーを再組織した。ウッチゲットーで流通していた紙幣ルムコフスキの署名が入っている1940年4月、ウッチゲットーが創設される。その日常的運営は、ルムコフスキかユダヤ人表議会に委ねられた。ウッチゲットーでは他のゲットーと比べて、 ユダヤ人評議会の権限が非常に大きかった。そのためルムコフスキには巨大な統率権があり、その下にウッチゲットーでは統制経済が取られていた。ゲットー内のあらゆる経済活動はユダヤ人評議会がコントロールしていた。ゲットー内にはルムコフスキのサイン入りの紙幣や肖像画の入った切手まで出回っていた。ルムコフスキをウッチゲットウの独裁者と 表現する書も多い。しかし、月頭内では、絶対的な存在であるルムコフスキも月頭外の、ドイツ当局の指示には、一切逆らえなかったし、逆らおうとしなかった。うち、弁慶のルムコフスキは、月頭住民の憎しみを、一心に集め、月頭内には、デモや、ハンガーストライキといった形でルムコフスキへの、抵抗運動が頻繁に行われた。 1940年8月には、ユダヤ人評議会指揮下の月頭警察だけでは取り締まれなくなり、月頭外のドイツ当局の助力を得て、ようやく鎮圧している。しかし9月にはデモが再開し、9月半ばには、ルムコフスキーが路上で襲撃を受けるという事件まで発生した。他の月頭でも、ユダヤ人評議会に対する批判活動は見られたが、 ここまで激しかったのは、このウッチゲットのみである。1941年6月15日には、ウッチゲットを視察に訪れた、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーと会見した。ヒムラーは、ルムコフスキに、これからもゲットーの兄弟のために尽くしたまえ、きっと彼らのためになるだろう。と述べた。 1942年1月から1942年9月にかけて行われた労働不能とみなされたウッチゲット住民のヘウムの絶滅収容所への大量移送にもルムコフスキは抗わなかったルムコフスキはゲットを警察にドイツ当局の移送に協力させ多くの同胞たちを死の収容所へと追いやることとなったルムコフスキは1942年9月4日の 演説でこう語った。昨日ゲットから2万人余りを移送しろという命令が私に告げられた。しかし我々は何人を救うことができ、何人を失うかといった考えにとらわれているのではなく、何人を救うことができるかという考えにとらわれているのであって、我々、すなわち私と私の同僚は、たとえどんなに辛くとも、この運命を、 自らの手で引き受けねばならないという結論に達した。私はこの辛口の出るような作戦を執行しなければならない。私は胴体を救うために手足を切断しなければならないのだ。諸君の前には打ちのめされたユダヤ人がいる。これは私がこれまで実行しなければならなかった命令の中でも最も辛い命令である。私は 疲れ果てて震える手を諸君に差し出し、こう。諸君の身柄を私の手に預けてくれ。さらなる犠牲者を防ぐために、ユダヤ人10万人の人々を救うために、1942年中の移送によって16万人いた、ウッチゲットーの人口は8万人にまで減少した。その結果、ウッチゲットの住民のほとんどが労働者となり、ゲットはドイツ当局にとって、 重要な生産基地として1944年8月まで存続を許された。しかし、ソ連赤軍が接近してくると、ウッチゲットー住民の移送が再び始まり、1944年8月には、ウッチゲットーは解体されてしまった。この際に、ルムコフスキ以下のユダヤ人評議会も解散され、1944年8月末に、ルムコフスキーとその家族も、 アウシュビッツビルケナウ強制収容所に移送された。アウシュビッツに到着後すぐに、同地で殺害された。ありがとうございます。